体もう、うん、大体OK ですか。はい、入ります。すすきのの中心で〇〇を叫ぶイエーイ。まあ、ということでこのコーナーではあなたの叫びたいことなど僕らに叫んでほしいことを募集するコーナーです。今回はパックンも参加してみましょう。よろしくお願いします。はい、ということでですね、はい、まるまるを叫ぶなんですが、はい、メールが一切ございません。寂しい。前回のも来てたね。そうだね。前回はあのまあ前回バツバツね、コーナーこういうのしますよっつってね、うん、送ってますけども、うん、はい、あの今回に関してはメールは一切ございません。はい、これはね、はい、言いたくなかった。いやまあね、まあ言いたくはないよね。ということでですね、うん、まあ、ゆっくりトークでもしながら待ちます。そうですね、うん、ということで、すすきの中心で〇〇を叫ぶなんですが、はい、なんか叫びたいことがパクくんありますか。叫びたいことですか。そう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 、そうですね。いや、あのまず、はい、ちょっとこのコーナーのちょっと、はい、日本としてちょっとやってもらわないと。あ、そういうネタにね、そうだね、やってもらわないと。そうだね、そうだね、そうだね。それはどっちに振る、どっちに振る。そうですね、うん、じゃあタモ様に。やばい、これはね、お手本のね、やばい、そっからのね。今気づいたかな、自分でもハードル上げたんだよ。いや、そうなの。さあ、タモ様、叫んでもらいましょう。そう、だから前回は、あのほらなんかこうね、あのうちの店に来てくださいみたいな。あ、そうです ね、 ね、そうそう、うんうん、まあまあね、なんかこんだけお店紹介してるのにうちの動画紹介してないから。うちのお店は気づきました。あんだけお店紹介してるのにこのお店一回も紹介してない。そう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 、びっくりする。そうそう、あのね、食べログってやつでね、うちの店がこうなんかすすきのバー歌うまいみたいな感じで検索すると出てきて、なんか書かれてるんですけど、なんかいつ誰が来たのか俺思ってないし、写真もパシパシいろいろ撮られてて、そんなことあったかなって。2年ぐらい前でそうそうあったんですけど、なんか最近なんかだからそういうの見て来てくれる人もいたりとかするんですけど、なんかね、もっと増えてほしいっていうことで、なんか僕の中ではすすきのの中心でこうあの歌仲間を増やしたいみたいな。なんか結構まだ本当あの歌う上手い人いますよとか店とか、うんうん、多分あると思うんですよね、うんうん、だからなんかやっぱりそういう人となんかこう出会うとなんかやっぱり歌上手い人って選曲もいいから、うん、なんかこううわーってなって、まあ、うちの常連さんも歌上手い人が多くて、でもなんか毎回大体同じ曲目でしか聴かない流れになっちゃうから、なんかそれで覚えたりはするんですけど、なんかもっと増やしたいなみたいな、そういう人たちを。すごいなんか叫び方がしっとりだったね、今ね。すごいなんかそうクリーンのことかみたいなことがあればいいけど、なんか今最近結構平和だから。そうそうそう、そういう感じかなっていう。もっとな歌仲間が欲しいね。そうなんですよ。なんで歌好きな人はぜひあのバンドのね、あのまあギターとかベースもあるんで、バンドの経験者の人とかも弾いてくれたり、すげえ上手い人がいたりするので、はい、もう何でもこうパッて聞いて知らなくてもピャーって弾けちゃう人とかもいるし、うん、そうこの前あの基本的に多分ミクスチャーロックなんで弾けないかなと思ったんですけど、うんうん、ある常連さんがあのドラゴンアッシュさんのファンタスティックを僕がカラオケ入れたら弾いてくれたんです。あのミクスチャーロックっていうジャンルなんでちょっと難しい感じではあるんですけど、うん、弾けんのこれみたいな。テンションが盛り上がったあの日。初めて聴く曲でもパッと聴いて弾けちゃったりする人もいるし、まあ、俺もなんかたまにね、なんか生音とか嬉しいだろうなと思って、うん、まあ、そういうなんかこれギター足りないなとか、これベース足りないなとか、そのベース弾いたりして歌ってもらいますけど、まあ、本当にそういうのを好きな人がいたらぜひぜひという。はい、逆にカラオケみたいなのが好きじゃないってなったらちょっと厳しい時もあるかもしれないし、毎回で別に盛り上がって、それで盛り上がってたじゃないですか。うん、だから週末の朝方とか結構そういう感じになってるけど、週末の朝方はね、意外とね、盛り上がりがやばいです。ギターもいて、ベースもいてみたいな。ライブ会場だよね。そうそうそう、フリーセッションみたいな、そうそうそう、なってる時が、はい、ドラムはないんで、あのドラムはね、できないですけど、
まあ、ドラムまで入れちゃうとちょっとなんか本当にライブマンした方が早いじゃん、うん、気軽にパッてパッてやって間違おうが何しようがこう楽しめればいいかなっていう、うん、なんで、はい、歌好き仲間の方ぜひ来てくださいっていう感じ、まあ、2ヶ月連続そういう店の宣伝を先ばしていただきますけど、はい、宣伝枠を別に使ってないんだけどねじ込んでいこうかなと思ってパックにじゃあちょっと叫んでもらいましょう。今お手本がね、はい、ちょっとなんかぬるっとしたお手本だったけども、叫ぶというのはもう叫ぶんですか。叫んでもらいましょうよ。すすきのの中心でパックくんが叫ぶ。すすきのの中心で。なるほど、じゃあいきますよ。はい、バイト休ませろー。切実切実すごいね、パックくんがすごいバイト頑張ってんだなっていうのも分かるし、すごいみんなが仕事休みたいっていう、本当にね、切実に今感じた。いやー、もうそうですね。じゃあ、お忙しい。忙しいですね。週何回ぐらい。もう今、週6とかです。もうそれ働いてんのと変わんないよね。いやもう本当ですもうそれ常勤だね。いやもうやばいです。パートとかバイトじゃない常勤だね。そうですもう。もう休みがほとんどないですね。びっくりするぐらいないです。あ、今日は休めた？今日はですね、またバイトというか、まあ、仕事を3つやってまして、で交互にやってるんで、ほとんど1週間仕事なんですね。休みない。休みはほとんどないですよ。空いた時間になんか、そうですね、自分でやりたいことやってるから。まあそれが YouTube だった、ね。まあそう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 です。いやもうなんかそんな感じですね。ああ。三つ掛け持ちはやばいね。やばいですね。本当にやばいですね。そんな学生の力稼いでどうするのかっていうぐらい。本当ですよ。いやもう休みたいですもん。休ませてくんないんですもん。確かにね。まあ、今、学生のうちに貯金貯めといた方がでもいいかもしれない。いや、本当に思う。できることですね。いや、でも本当に、そうですね、バイトというか、もう3つ持つのが、最初はもうやったるよみたいな感じだったんですよ。テンションも上がっちゃってて、でも余裕だと思ってたんですよ。いざやるじゃないですか、もう1ヶ月でもうやめたい。もうやめたい。体力が持たないことに気づいた、はい、大学生。もう帰りたい。もう帰りたい。帰らせてくれっていうのがばっかりありますね。俺なんか夜の黒服と、あとなんか交通誘導みたいな金持ちしてたことがあって、はい、それでも下がった。1ヶ月、2ヶ月ぐらいかな。昼間の方は。で昼間の方はなんか、天気とかによって、なんかこう早く終わったりとか、半日となんか前日みたいなのがあって、半日だとなんか1回出ても時間短いけど4000円ぐらいしかならないから、それでこうバーってなってね、夜の終わってちょっと寝てこう朝から早朝から行くみたいな、すげえなと思ってで帰ってきて寝て夜の仕事みたいなね。バイト経験あんまないんだよ。いつも本気、いつも全部チーソーで。あのね、高校の時は1個はあれやった、正月の郵便局のバイトやった。年賀状の配達。あれも結構大変なんだよな。あれね、意外と大変ですよ。年賀状トイレ行けないし。あ、年賀状はすごい多いんだろう。そう、すごかったし、俺がちょっと配ったところがなかなかね、ハードなとこだったんで。俺なんか夏場にやったことあるから、夏休みの時にやったことあるから、でもなんかそれはそんなにね、こう地図見てこの辺も家ってのがあるけど、これどこにあんのって分かんない家とかあるから、分かんなかったら持って帰ってきていいからって言われるから、これところ分かんなかったりするっていう方ぐらいまでやってっていうぐらいだから、まあ全然楽だったけど、友達と一緒にやってたんで。でなんか卓球とか卓球台とか中にあったりとか、友達とか卓球やったりとか。バイト一人だとつまんないしね。知り合いがいるんだったらなんか逆に面白いけど。そうですね。あと何やったかな、バイト面白かったバイト、イベントバイトやった。札幌来て、あ、そうだ、イベントバイトやってて、で、まあ、いろんなアーティストさんのライブだとか、もう設営だとかも入った。
れね、今考えたらね、なんであんなに動けたんだろう俺って思うぐらいの大変なの。そのアーティストのライブを俺が次日に行くっていう。そう、本当にこういうセッティングしてたんで、あれ花火だと思いますよみたいな話をしてて、そうそうそう、あ、なったなったみたいな上でやってきたんですね。それを、いや、あのネタバラシは絶対しちゃいけないから、あのいライブに行ったんだ、こういうやつもあったんだ、ああそれあれだと思いますっていう後日談でしか、うちらは喋れないから、ね、決まりなんですよね、これがね。で、あれのライブバイトのね、難しいとこってさ、バイトで入るじゃない、アーティストさんの前張りって言って、はい、あのステージの前にいるガードみたいな人たちがいるんだけど、それもうちらがやってるんですよ。そうするとさ、後ろでアーティストさんは歌ってます、はい、でもうちらってお金払ってないから基本的に聞いちゃダメって言われて、いや聞かさるよね。いや、そうですよ、ちょっと乗りたくなるのよ。いや、そうそう、いや、なんかわかるよ、なんかこっち、まあね、スタッフ終わったら、セッティング終わったらこう、なんかこうね、まあ、守るっていうか、ガードの逆にっていうか、お客さんが向いて、そうそうそう、なんかこうやって立ってなきゃいけないみたいな、なんかめっちゃこう、こう見たりしたら怒られる。ちょっとだけだみたいな見せたり、怒られちゃう。でもね、面白いバイトだったかな。僕も昔、レニー・クラビッツっていうタイトルの黒人のバンドの人なんですけど、その人のなんかその設営のバイトした時に時間結構押してて、でなんかそのもう本人がこうステージの上にバッと上がってきてみたいな、でなんかこう、あ、この本人とこんなに近くにみたいな。そう、ライブにね、近いとね、やっぱりね、いや、そうなんで、まあ、あっという間で、あれですか、はい、うん、っていう感じでしたね。はい、いいですか、いいですか、いいんですかって何ですか。いいんですかって、なんかできたかなと、本当にネタがいいんですか。ネタができたかな、全員と思うね。はい、というわけでね、ここで鈴木の中心で丸々を叫ぶでした。メールが本当に一気に来ない。いや、だってほぼほぼクミンさんから LINE が来た。LINE が来た。メールで読ませます。あげます。はい、はい、それではお便りを読んでいきましょうっていうことはできないので。できないもので、はい、やっぱ今日ね、お便りが申し訳ないね、2回目だからさ、いやまあ、お便りがね、なかなか来ないというところでね、まあちょっと、あれかな、いやもう、サザエさんはたぶん寝ちゃってるんですね。サザエさん見ても今日は寝ようみたいな、明日仕事だし、いや、そんな感じかもしれない。今オリンピックやってるからね。オリンピック見てる人いるんでしょ。この時間、昨日だってこの時間あれでしょ、カーリングの女子やってたでしょ、ね、決勝、決勝っていうか、決勝と、3位、4位決定戦、やってたよね。俺昨日ちょっとだけ見て、あー、これはんと思ったけど、見事な大逆転勝利で、ね、カーリングも女子は3位、銅メダルを取りまして、そうだね、ちょっと見てないな。うちね、テレビないんで。そう、テレビない、夜仕事してる。オリンピックを見る暇もない。なんか野菜ニュースとかああいうのでちらっと見たやつ、あ、気になるなって記事は読むけど、うん、あとお客さんがね、こう話してくることで、ああ、うん、そうなんですね。パックン、今回オリンピック見てます？いや、朝のニュースでしか見てない。まあ、バイト忙しいからな。いや、そうですね、見れないですね。え、家にはでもテレビはある？家にテレビはあります。テレビはあるんですけど、うんうん、基本テレビは見ないですね。ああ、やっぱりそういう生活になっちゃう。なっちゃいますね。俺も YouTube とかこうやってニコ生やり始めてからさ、見ないもん、テレビ。そこまでの時間がないね。そう、そっちよりもネットに行っちゃうから。うん、違いますね。行っちゃうってこと、それがもうなんか日常になっちゃう。そうなんですよね。 YouTube やってて、 YouTube にアップしたりとか、こう中でこう回ったりとかしちゃうから、そうなっちゃうよなっていうね、感じがありますよ。いやでもなんか別にそれはやれ、それやらないから。そうですね。ただなんかあれですね、世の中なんかですかね、そういうニュースみたいな感じのからはちょっと置いてかれてる感はありますよね。もうそうですね、だから
ニュースの一つぐらい見なさいみたいなね、言われますけど。ね、学校行ったっけ、ニュースネタでちょっと盛り上がってるの、何それっつって。え、お前知らねえのみたいな。ありますね。ついこの間ですとね、うん、メンバーと、何でしたっけ、なんか、芸能人の名前を言われたんですよ。って言われて、え、誰ってなったんですよ。したら、なんかここ最近で確かニュースで、やらかした人の名前だったんですよ。でもそれ全然わかんなかったんで、え、何それみたいな。お店の名前かなと思って。全然違ってそういうね、勘違いもしてほしい。ニュースは大切、本当に。ここ最近俺もずっと毎日ヤフーニュースは見るようにして、本当にね、仕事をしててもやっぱり職場の人たちと話すときにそういう時事ネタが出てくるついていけなくなっちゃうんで、大体ね、なんかそういう年上とかはね、多分多いと思う。そうそうなっちゃうからね。まあ、出てきたのが LINE とかもね、こういうの、LINE ニュースみたいなのがあったりとか、そういうので見てて、こうやって、あ、こういうのあるんだって、内容見たりとか、ね、この間の大物俳優さんの役をやったりとかね、あったりとか、ちょっとびっくりでしたね、急にね、何の前触れもないって一番驚いてるんで、そのちょっと前に、チリメスタスタローン死んだっすって言ってたね、え、マジでと思って、こう調べたら、言った、見てばなっていう。おー、びっくりしたーと思って。ネットニュースの怖いのね、それ、本当に。まあでもね、アーノルド・シュワルツェネッガーさんとかね、もう、あのシルベスター・スタローンとかもね、そろそろ危ないかもなっていう。いやー、まだでしょう。なんか結構、体酷使、なんか、ピラティスってやっぱ酷使してるから、逆にあれかな、年取ってからね、あれじゃないかもね。あそこまでムキムキになったらね、どんなトレーニングしてるのと思っちゃうんですね。どうですか？うん、それは。あんな鍛えたいと思いますよね。いやー、あの、自分、高校の時、一時期すごい筋トレにハマってたんですよ。筋トレにハマるって、M なのかな？いやいやいや、まあ、M なんですかね？どっちかな？いや、本当に、すごい一時期熱中しちゃって、大学の序盤までずっとやってたんですよ。で、あの、ベンチプレスっていう、バーを上げるやつなんですよ。あれの最大で120上げました。おー、すごいそれ。それは、それは、あの、持って持って、上までグッと上げるのを、でも10回いかなかったですね。120は5回ぐらいしかいかなかったです。いや、120を1回持てるだけでもすごいよ。すごいと思う。ちょっと10回ぐらい用意して、高い高いみたいな。へぇーっでも120持てるってすごいと思う。いや、ただそっからバイトが忙しくなるじゃないですか。やる暇なくなるんですよ。そうするともう劇的に落ちちゃって、今体重も結構下がってますね。ああ、筋肉でね。なるほどね。分かりやすい目処っていうのはね、あるけど。でもなんか動画でなんかやってなりませんじゃ、なんかそういう体鍛えるみたいな。なんかそうですね、一時期ちょっと、筋肉が全部落ちて太り始めたんですよ。やばいと思いながら、これは本当にまずい。仕事にも支障が出てしまうし、やっぱり大学でやっぱりなんかいきなり「ん？こいつ運動してないな」みたいな思われたらちょっと嫌だなって思いますね。動こうと思ったんですよ。ただその動こうって思ってから、3週間持たなかったんですかね。3週間ちょいぐらいの時に気がついたらやんなくなってて、それをやんなくなってからさらに2週間ぐらいで、あ、忘れてたって頭の中で出てきて、あ、やばいと思って、あ、もういっかみたいな感じで。私は今はやってない。今何もやってないです。あのね、うちのね、この目の前にいますタマ様っていう相方ですよ。動画でですよ、痩せますって言ってタマザップっていうのをやったんですよ。自分なりに筋トレとかして動画にも上がってますけどね。あ、まあ、2回挫折しましたね。でその前は本当に痩せて3ヶ月で10キロぐらいは落としたんですけど、でもなんかやっぱりこう1回春先とかから始めて、なんか秋ぐらいになると一回ちょっと俺風邪ひいて、じゃあーってなって復活したやろうと思って、そこからまたちょっとパツンとこうね、やる気が継続しなくなっちゃうっていうパターンがね。そうなっちゃうんだよね。そうですね。なんか
ちょっと体調落ちてきてやると、なんかやっぱり脂肪が少なくなるのか、すごい寒いみたいな。脂肪はね、冷えやすいから、温まりやすいから、冷えやすいから。っていうことでですね、あのそんなあの鍛えるのを忘れたパックンですけども、はい、はい、パックンですね、なんか告知とかありますか？そうですね、じゃあここで私のじゃあチャンネルの、はいはい、宣伝をさせていただいてもよろしいでしょうか？はい、私の PS 放送局はですね、北海道を拠点に活動して、はい、仲良く3人、今メインで撮っている、活動してるんですけども、ぜひね、一度でも友達感覚で見ていただければ多分楽しめるかなと思いますので、ぜひ一度、ご視聴していただければ、はい、嬉しいかなと思っております。パックン、ツイッターとかやってますか？ツイッターやってますね。お、じゃあツイッターの方で、何つぶやいてるとかっていうのは日常系？あ、ツイッターはですね、基本ボットみたいな感じで定期ツイートしかあんまりしなくて、本当に気まぐれで、ツイートしようみたいな感じしか思わないんで、あんまりツイートしたことはないですけど、でも多分ツイートしてる時は大体本当にくだらないことばっかりですね。新しい動画が出ましたよっていうのとかは告知ですね。たまにですね、本当に。じゃあたまにそのツイッターを見ていただいて、みんなにね。いや、そうですね、はい、YouTube の方ではですね、きっと説明欄の方にパックンのツイッターも載ってるかなと、はいね、下の概要欄から、はい、はい、思いますんで、そちらの方も見ていただければね。お願いします。今後ね、ちょっとうちらもね、またいろいろ、そうですね、パックくんと今回2回目2回目ですね、ちょっとね、PS 放送局さんっていう感じでみんなと思うね、そうですね、集まってちょっとね、なんか面白い動画も撮れたらいいなーなんてちょっと思ってますけど。そうですね、はい、まあ、オールキャストで会えたらね、うん、ね、いいですよ、面白いかなと思ってます。うん、ね、こちらですね。ちょっと待って、ちょっと待って。はい、では今回のね、ゲストはPS 放送局のパックンでした、はい、ありがとうございました。よっしゃ、はい。